はい、どうも皆さんこんにちは。 WBC 盛り上がっておりますが、こちら最強決定戦やっております。まあ、このような感じですね。あのリーグ戦ですよね。リーグ戦、まあ、自動でねやってくれてるリーグなんですけれども、実際にプレイすることができないんでね、あんまりこうちょっと面白くはないんですけれども、あの自分が組んだオーダーで他の方の、ね、チームと対戦して、まあ、強さを競うという感じになっております。まあ、正直プレイできないんでつまんないんですけど、まあ、これをあのカードをねお金かけて買ってやってたのがオーナーズリーグなんだと思うとね、まあ、よく逆にオーナーズリーグはそこまで楽しめたなっていうふうには思います。正直今振り返ればね。はい、そんな感じで今私のチームはこんなね順位になっております。まあそんな人様に自慢できるような、ね、成績ではないんですけれども、こんなふうに選手成績見ながらねちょこちょこオーダー組み替えたりしております。ギャレットやるじゃん。ちょっとね、ギャレットの成績が良かったんでちょっと上げようかな。はい、まあ、こんな感じでねやっていくのかな。まあ操作できないリーグ戦というとね、私のチームもっとねやっぱり上を目指したいので、選手強くしたいんですけれども、新しい選手を増やすわけにいかないんですね、純正球団ですから。というわけでその時に使いたいのがこちらのね、選手の上級機能を使いまして、称号っていうね新しくできたあのシステムを使いたいと思います。でこちら何かと言いますと、あの極みまでいった選手をですね、さらにあの限界突破をさせることによって、あのさらになんていうのか能力に上積みがするわけです。こちらの長野選手でねやってみましょう。はい、まあ、コーチかそれからあのレベル60まで上がった A ランク選手を使えばできるということで、まあ、限界突破と同じですね。で、こちら称号には、3段階ありまして、もちろん3が一番星3が一番強いんですけれども、まあ、なる確率が、まあ、低いわけですよね。というわけで、まあ、何が出るかはランダムというような形ですが、まあ、できるだけ星さんが当たるといいなというようなところです。まあ、あの確実にこれになるためにはサポートアイテムっていうのはね集めなければいけないということでね、まあ、まずは運試しということでやってみたいと思います。では1回目、長野はどうなる。星2になりましたね。で切り込み隊長っていうのがつきました。で私この長野選手1番バッターで使っているのでいいんじゃないでしょうか。でサポートアイテムが出ました。はい、まあまあミートとね走力上がるんでね、まあ、あの1番バッターとしてはちょうどいいと思います。なかなかねいい出だしですね。はい、続いて今度はアンダーソンが先日生まれ変わった沢村選手です。では早送りでどうぞ。はい、というわけで好投手が手に入りました。好投手は何かっていうと球威とコントロールが上がりますね。まあ抑えピッチャーとしてはねスタミナよりもこの2つが上がった方がいいので、まあなかなか今のところいい感じですね。さあ続いてはですね、うちの4番バッター阿部選手です。はい、星1個ですけど、まあパワー自慢ということでパワーが1個上がった、まあ阿部らしいっちゃ阿部らしい能力ですかね。で、こちらの田口選手はですね S ランクがいますので、 S ランクの選手であればあのレベル上げないでもそのまま使えます。では田口選手はどんな能力になるんでしょうか。S ランク使って星1かよ。しかも球威自慢はちょっとタイプ違うな。さあ、称号5回目なんですけれども、阿部選手あのちょっともう1回だけやりたいと思います。星1だとちょっとねあの物足りないので、なんとかね、星2以上の阿部選手にしたいなと思いますので、S ランク特訓やってみたいと思います。さあ阿部来い。お、星2だけどラン&ガンって、走ると攻撃だからね、阿部がランに行っちゃっていいんですかね。あの9回1足が遅いって言われる阿部選手にランがついたという、似合わないですね。走る阿部想像できないですけど、まあラン&ガンでいきましょうかね。阿部選手ラン&ガン、走る阿部になりました。はい、というわけで最後はですね坂本選手を、称号つけたいと思います。で、称号を5回つけたのでサポートアイテムが5個手に入りました。で5個手に入るとこちらですね、星3の称号が必ず手に入ることになりますので、こちらでね坂本選手を最強仕立てにしたいと思います。はい、星がおお、なんか3の演出すごいですね。はい、極まりました坂本選手で、おお、はいはい、高級質だという能力は、ミートが3上がるということで、今のうちの坂本選手はですね、まあミートがもともとすごく高かったんですけども、さらに高くなったということで、まあ長所を伸ばしていいんじゃないでしょうかね。はい、というわけで、こんな感じでですね称号をつけて選手を強化してみました。でこれがあのリーグ戦でどのようにねあの効果出てくるか分かんないんですけども、まああの皆さんもぜひぜひ機会があったらやってみてはいかがでしょうか。ではまたお会いしましょう。バイバイ。